画像工学とコンピュータグラフィックスですね。画像工学はですね、これ本当にね、これを勉強するために高専入ったんじゃないかなと思ったぐらい面白かったですね。画像工学自体僕の専門だった領域なんですけど、例えばですね、このスノー、自分の顔がすごくかっこよくなりますよね。うまく加工したら。このスノーがどういう風に機能していて、どういう風に画像を加工しているのかということをきちんと数式とか理論的に勉強できる。それが画像工学というか。KPC チャンネル。PDCA スクール。どうも、皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル、谷にでございます。今回の動画は、高専情報電子5年間の専門授業、体験しようということで、今回ですね、このようなテーマで一緒にお話しさせていただくのですが、これですね、やはりコロナ禍の影響で、今年度でさえもオープンキャンパスが休止、もしくは中止になってしまった。そして自分の志望する高専だったり、学科のオープンキャンパスに行けませんでした。そのような受験生、中3の方が何人かご連絡いただいて、あ、ちょっとこれはと懸念いたしましたので、まあ、こういった動画をですね、受験直前、皆様のモチベーションになるようにアップロードしていきたいと思いました。今回はですね、高専の情報系、電子系ということで、私、谷にがですね、高専生だった時は、このような学科を専門として高専に通学していたので、これに関することですね、私の体験談がベースになりますが、5年間どのような流れで専門授業を学んでいくのか、それをね、一緒に見ていきたいと思います。この動画は高専受験のための学習塾 DDCA スクールと高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルの提供でお送りいたします。はい、それではですね、以前こちらの機械系電気系の専門学科の専門授業5年間見ていった動画が以前アップロードされましたが、こちらのバージョンはね、あの情報電子のバージョンとなっております。なので機械系だったり電気系にご興味がある方は、こちらの赤いアイコン、赤いサムネイルの動画をご覧ください。そしてですね、最近の出来事なんですけど、ちょっと話がそれますが、以前高専受験中3数学爆速一周コーチングというですね、無料サービスを少しリリースしました。で、それの申し込みフォームがですね、残っていたようで連絡が来たんですね、今日。で、どういう連絡かというとですね、はい、こちら今の時期に連絡申し込みがあったので、いや、中3生なのにこの時期にね、数学の予習ですかって思ってびっくりしちゃったんですね。で、話を聞いてみるとですね、中2って中2ですよ、皆さん。もうですね、皆さん受験生だからね、もう言われなくても分かってますよ、というふうにね、僕が怒られちゃいそうですけど、もうね、中2の方が高専受験に向けて、そろそろ準備を進めようと思っているそうですね。なので、今からね、高専受験目指すぞって思っている中3の方、ぜひね、これ刺激として受け取ってください。あ、もう一個下の子が、ね、1年前の、ね、僕らが、ね、今自分が高専受験に挑戦しようとしてるけど、あ、今から1年前の時点でこういうふうに意識してるんだな、すげえな、というふうに、まあ、いい意味でね、ポジティブに受け取って刺激として受け取ってほしいなと思いました。こんなことがありました。はい、それではですね、本題に入っていきたいのですが、谷には情報電子系の学科でした。で、この学科は少し特殊で複合系の学科でした。どういうことかと言いますと、本来ならば情報工学科だったり電子工学科だったり独立してると思うんですけど、まあ、複合なんですね。同じ一つの学科でこのソフトウェアに関してハードウェアに関してそれぞれ 70-80% の詳しさ広さで同時に学んでいくというふうに、まあ、広くまあまあ深く学んでいくという少しですね、特殊な学科でした。で、この5年間を振り返って受験生にですね、高専の専門授業、まあ、情報だったり電子系ですね、情報電子系の、まあ、授業を5年間イメージしてほしいなと。で、イメージして、まあ、そのモチベーションにしたり受験のモチベーションにしたりとか、まあ、自分ってこういうことに気をつければいいんだなってことが、まあ、やんわり伝わればいいかなという、目論見でございます。はい、ということでこちらがですね、ピンクのバージョンが機械系電気系のサムネイルになってますけど、こちらの学科にご興味がある方は、こちらの動画をご覧ください。概要欄に貼っておきますので、こちらの動画お楽しみください。はい、それではですね、どのようにお話ししていくかというと、こんな感じですね。まあ、好きだった科目だったり、これはね、頑張った方が後々のために助かりましたよというような科目、これをまず一つ挙げた後に、こちらですね、ちょっと苦戦した科目、ちょっとあんまりいい思い出はないなと思っている科目、この2つをですね、各学年ごとに紹介していきたいと思います。それでは早速1年生から行きたいと思います。見てください、これ。まあ、毎学年ね、僕の昔の高専生だった時の写真を貼っていこうと思います。これ左じゃないですよ、皆さん気をつけてください。僕は右ですからね。実はね、僕坊主だったんですよ、陸上に打ち込むために。まあ、あと、まあ、そのから、あ、ね、髪を洗うのとかがめんどくさかったから、もう坊主でした。皆さん左じゃないですからね。谷にさん1年生の時こんな猫ちゃんだったのっていう風にびっくりしたかもしれませんけど、右ですからね、気をつけてください。僕が1年生の時は右でしたね。こんな感じの学生でしたね。で、1年生どんな感じか見ていきましょう。はい、このような科目が1年生の科目でした。基礎という言葉がついてます。ここがポイントになってきます。じゃあ、それではね、好きだった科目だったり、あ、これはね、後々ダメになったなと思った科目を紹介していきましょう。こちらでございます。ね、僕が1年生の頃は Java という言語を使って、まず最初にプログラミングの勉強を始めました。導入部分ですね。やっぱりですね、一番の理由は、初めて触れる専門科目、すごく情報を象徴するような、情報工学科ですね、情報系の専門を象徴するような専門科目がプログラミングだと思うんですけど、やっぱ初めて触れて、わ、そう、こんな感じなんだ、こういう風に入力したら、あ、プログラムって、あ、機械をね、自動的にこういう風にね、あ、動かせれるんだっていう風にすごくね、感動した覚えがあるので、その印象がすごく強いですね。最初の導入部分、変数だったり、繰り返しだったり、
分岐処理だったり、そういった基礎から徹底的に教えてもらえるのが1年生の科目の特徴ですね。で、やはりですね、こちら基礎なんちゃらだったり基礎がつく科目名というのは5年間ずっと使うよの印だと思ってください。なので超大事、超大事、もうね、あの平均80点ぐらい取っておいた方が絶対に後のためになるという科目が基礎なんちゃら。これがポイントです。基礎なんちゃらと書いてる科目は5年間ずっと使うよ。なので、もうほぼほぼね、毎回のテストで80点以上ぐらいは取っておいた方がいい。そんな科目が基礎なんちゃらです。なので、皆さん、まあ、1、2年生の方はもちろんのこと、今から高専に入る方は、基礎なんちゃらという科目は絶対に力を入れて勉強しておいてください。ずーっと使います。ずーっと使うということは、絶対に習得しておいた方が効率的だし、後々のためになるということです。こちらはポイントとして押さえておいてください。それでは1年生の時に少し苦戦した科目を紹介していきましょう。こちらでございます。まあ、ソフトウェアに対してハードウェア部分の領域に当たると思うんですけど、基礎電気回路という科目です。こちらはですね、複雑な計算だったり簡単な問題は大丈夫だったんですけどね、テストの最終問題とか、まあ、こういう複雑な計算になったり、ちょっと特殊な回路を取り扱ったり、ネックなのがですね、テスト時間中50分、80分だったりね、テスト時間は2種類ぐらいありますけど、50分80分の間に正確な計算をスピーディーに行わないといけない。ここがやはり難しかったですね。まあ、そういったところから苦手意識がすごく強かったのが基礎電気回路です。皆さんが中学2年生ぐらいでやった回路の問題の少し複雑なバージョンだと思ってください。しっかり理解していればテストはしっかり点取れるので大丈夫です。はい、難しかったところが、まあ、短時間限られた時間で計算ミスをせずに、まあ、計算をしていくというところがすごく苦手でした。じゃあ2年生見ていきましょうね。2年生こちら見てください、ね、変質者じゃないですからね。これはですね、あの日頃からこの格好で高専生活を過ごしていたわけじゃないですからね。これは高専祭といって、あの文化祭の時に仮装をして、ね、ちょっとあのコスプレをして参加している様子です、ね、普段この格好で授業を受けてたら大問題ですよ皆さん。2年生なんですけど、やはりですね、好きだったり大事だなって思った科目はプログラミングです。このね、赤い線が書いてるところです。プログラミングですね、特にこれなんでかというとですね、こういう風にボタンを配置したりとか、実際に自分たちがシステムを構築したり、まあ、これユーザーインターフェースっていうんですけど、実際にそのお客さん、システムを使う人、ユーザーが実際に触れるような部分の、まあ、部品だったりコンポーネントとか言うんですけど、そういったものの配置の練習をしました。で、やはりですね、こちら日頃からですね、自分で何かちょっと作ろうかな、システム作ろうかな、マクロ組もうかなって思った時に、まあ、こういった知識がすごく役に立ったっていうのが、まあ、実経験であるからですね。なのでここですね、もうちょっと頑張っておけばよかったかな、面白かったしやっておけばよかったかなっていうのが一つの理由です。じゃあちょっとね、これはうーんと思った科目こちらでございます。こちらもですね、とても重要な科目なんですけど、これはちょっとね、力になるんだけど地味な勉強の科目です。どういうことかというと、実際の、まあ、プログラミングに似てるんですけど、もうちょっとね、細かくミクロな世界に注目したそんな勉強内容なんです。どういうことかというと、例えばコンピューターの内部で処理がどういう風になっているのかをもう少し細かくしたプログラミングを勉強したのがこのコンピューター工学ですね。例えば値をどこに入れるかとか、これはどういう処理をしているのか、しかもこのコンピューター内部で部品とか、そういうね、電子部品とかに注目しながら、まあ、勉強していかないといけなかった。なので少しちょっと難しかったかな。個人的にはちょっとハードウェアの部分が入ってくると、という感じでしたね。僕はどちらかというと、ハードウェア、ソフトウェアというふうに言われたら、ハードウェアがちょっと苦手意識あったかなというふうに思ったので、ソフトウェアの中でもちょっとハードウェアが混ざってくると、という感じでしたね。まあ、ほぼほぼこれソフトウェアなんですけど、ちょっと細かい話になってくると、という感じでした。じゃあ3年生見ていきましょう。こちらの写真はですね、3年生になってね、初めてできた、高専生になってですかね、初めてできた、まあ、ガールフレンドですね、と一緒にデートしてる時の写真でかなり浮かれてますね。ハリセンでしばきたくなるような顔ですけど、まあね、皆さん高専でね、あまり出会いがなくて葛藤悩んでる方多いかもしれませんけど、ぜひね、ちょっと嫉妬せずに低評価とかは押さないでくださいね。低評価が少し多かったら、そういうことで悩んでる高専生が多かったんだなということで指します。はい、こちらはデートしていた写真です。3年生の時ですね、大体ここら辺で落ち着いて彼女作ったりする人多いかなって個人的に思いました。まあ、それは人それぞれとして本題に入っていきましょう。こちらの科目ですね、コンピューターシステム概論です。まあ、こちらはですね、内容ともかくというよりかは、こちらの基本情報技術者試験ですね。噛み書きましたけど、もう一回言いましょうか。基本情報技術者試験ですね。こちらはですね、情報系の学生なら卒業までに取っておいてもいいかなというような立ち位置の国家試験ですね。これを持っておくことで、最低限基本的な専門知識と技能が確保されている、ある程度保障されているというような立ち位置の国家試験です。これですね、この内容にのっとって、この内容のテスト範囲ですね、国家試験のテスト範囲の一部を取り扱っている科目だったので、すごく助かりました。この科目を受けることで、こちらの、ね、国家試験チャレンジするときにすごく便利というか、サポートになりました。で、ちょっと3年生でうーんって思った科目、苦労した科目はこちらです。実験とアナログ回路ですね。やはり個人的な好みが出てしまうんですけど、ハードウェアが絡んでくるとちょっと厳しかったですね。複雑な回路の解析だったり、まあ、やっぱりこれ実生活とか実経験にちょっと結びつきにくいようなお話なんですよね、個人的に。なのでちょっと勉強に滞りがあったかなと思います。で、この実験もですね、毎週ですね、午前中の90分と午後の180分を全部使って合計6コマですね、ほぼ1日中、朝の90分以外はその、ね、1,2,3,4,5,6,7,8 限まであるうちの3から8限目までを全部当てるんですよ、水曜日の日に。で、この電子工学実験っていうのは毎週水曜日の3次元目から8限目まで全部使ってやる実験なんですけど、やっぱりですね、実験なので楽しいんですけど、ちょっとね、やっぱり上級者向けのテキストというか、ちょっとテキストが詳しくなくて、この実験は何のためにするのか、この結果が分かって何が嬉しいのか、この結果から何が、ね、分かってありがたいのかということがね、ちょっとつかみにくかったんですね。で、この実験の前後に調べたりしてそういうのは勉強したんですけど、やはりですね、もうちょっと詳しくね、調べて勉強して楽しさを実感できてたらなと思いました。なので実験とかでちょっと苦しい思いをしている人とかは、これをして何が分かったのか、で、何がありがたいのか、どういう公式を使って何のためにこの実験を今したのかっていうことをすごく強く意識して取り組むと楽しさが分かるかなって思います。これは僕の学生の
時の反省点ですね。でこれはね、先輩とかの前年度の実験レポートとかをちょっとね借りたりして見ておけば円滑に進んだりするのでおすすめです。よろしくお願いします。4年生こちらはですね、だんだんまともになってきました。まだ坊主なんですけど、やっぱりですね、坊主楽なんですよね。皆さんもおすすめなので、彼女はできないと思うんですけど、坊主にするとおすすめですね。でこれは何かというと、文化祭、高専祭の文化祭の時ですね。その時にですね、実行委員の一員となってですね、ネプリーグのトロッコアドベンチャーみたいな、そんなアトラクションをね、一つの部署で作るというその一員ですね。まあ末端です、まあペーペーですけど、まあ、実行委員の一員としてやりました。これすごくいい経験でですね、今まで学んだ専門知識とかを使って一つのねシステム、ゲーム、アトラクションを作る、これのね経験ができたのは一生の宝物ですね。はい、ということでね、高専生はね、代表委員とかになるとこういった活動もするんですね。文化祭でネプリーグのトロッコアドベンチャーのようなとても楽しいシステムを作る、ちょっとね苦しいんですけど大変だったんですけど、その時の様子ですね。実行委員として作業している時の写真です。じゃあ見ていきましょう。4年生で楽しかった、ためになったなと思った科目がこちらです。情報システムと技術者倫理、今のねちょっと科目名が変わったりしてるんですけど、確か僕が受けていた時の科目名は社会情報システムとかそんな名前だったんですけど、内容は同じでした。シラバスを見た限り、これどんな授業だったかというと、これ結構ね身近な内容ですごく身近で楽しく勉強できた科目の一部でした。例えばデータをどういう風にメモリに格納したら効率的ですかとか、あと他にメールとかチャットのやり取りでどういう風にメッセージが暗号化されていてセキュリティが担保されているのか、そういったお話をですね、科学的に体系的に勉強できたっていうところがとても嬉しかったです。インターネットだったり通信の仕組みをですね、こういう風に階層レイヤーに分けて議論したりとか、モデルにしたりとか、そういったことを勉強できたので、身近だとやはり勉強に身が入るんですよね、個人的に。そう、とてもすごく印象に残っている科目です。で、ちょっとね苦戦した科目こちらでございます。統計学ですね。統計学と聞くとですね、こんなイラストのような、アンケートの仕方とか、こういう風にどういう風にね、データを処理するかとか、そういう楽しくイラストチック直感的で楽しい科目かなって思ったんですけど、はい、ところがどっこい残念でしたという感じでですね、数式まみれのゴリゴリのほぼ数学みたいな科目だったんですね。でこちら受けたのは僕5年生だったんですけど、これですねだいぶ苦戦しましたね。もう忙しいのもあってあまり勉強もできてなくて、学生の時はちょっとタチタチだったんですけど、卒業してある機会があってもう一回勉強し直してしっかり理解して、ああこんなに面白い科目だったんだなって思って今後悔しています。学生の時はちょっと苦手意識というか、ちょっとこの一つ一つの数式をですねしっかり理解するっていう作業を飛ばしてしまったので、ダメだったんですけど、一回ね卒業して真剣にもう一回勉強で、し直したらとても面白い学問で、あこんなにも魅力的な科目だったんだということが分かったので、ぜひですね皆さんは過ちを犯さずに、一発目でこの面白さを分かってほしいなって思います。じゃあ最終学年5年生ですね。だんだんですね身なりというか、髪型とかに気を使い始めて、ちょっとやっぱりね恋愛とかにも打ち込みたかったので、だんだんね見栄えが良くなってきましたね。こちらは塾でアルバイトしている時の写真ですね。はい、5年生の谷にです。最終学年、じゃあうわこれはね良かった、5年生の時に受けて良かったなって思った科目こちらでございます。画像工学とコンピュータグラフィックスですね。画像工学はですね、これ本当にねこれを勉強するために高専入ったんじゃないかなって思ったぐらい面白かったですね。画像工学自体僕の専門だった領域なんですけど、例えばですねこのスノー、自分の顔がすごくかっこよくなりますよね、うまく加工したら。このスノーがどういう風に機能していて、どういう風に画像を加工しているのかということをきちんと数式とか理論的に勉強できる、それが画像工学という科目でした。これねこれを勉強した時ね、あもう本当にね実生活のなんでこれ動いてるか分かんないけど便利だよねってものが、きちんと自分が学んできた物理とか数学とか専門の基礎知識で説明できたり理解できるって時が一番面白かったんですよね。このために高専入ったのかもしれないな、このためにね僕ね今まで勉強してきたんじゃないのかなっていうぐらい面白さを感じましたね。でコンピュータグラフィックスは僕授業取ってなかったんですけど、シラバスを見返したり独学する上でとてもね面白いと感じたので、これ取っておけばよかったな、選択科目だったんですけど選択しておけばよかったなと今後悔しています。はい、それでは5年生で苦労した科目最後紹介したいと思います。こちらです。卒業研究ですね。面白かったんですけど、やはり担当教員とのコミュニケーションのねコストだったりとか、あと他に計画通りに進まない時もあったり、エラーが何回も起きたり解決しなかったり、そういったことがあってですね、1年間ずっと取り組み続けることなので苦労しましたね。僕がね作ったのは他の動画で紹介しているのであまり詳しく言わないんですけど、三段飛びの跳躍角の測定 iOS アプリ、iPhone で動くアプリを開発しました。どのくらいの角度で飛べばいいかっていうのは大体決まってるんですけど、実際に飛んでみて分かんないじゃないですか。でそれを iPhone で撮れば大体何度で今飛べましたよってことをですね、画像で、先ほど感動しましたって言った画像ですね、画像工学を使ってアプリで解析する、そんな便利なものがあったら陸上競技の練習がはかどるじゃないかということで卒業研究で制作させていただきました。楽しかったけどこれは結構苦労したかなっていう科目です。はい、それでは5年間見ていきましたけど、まとめていきましょう。まとめ、身近で応用的なものにはとてもやる気が湧くことが多いです。あこれね普段使えるじゃんとか、あこれすぐね手を動かして何かにね応用できそうだねって思うような科目は、とてもね手が動いたり、楽しさを感じられるんですけど、やはりですねそれでも理論的な、部分ね、ところ、これねちょっと5時ですね、ところが多いので、課外でですね応用例とか学ぶ意義を調べた方がいいです。そもそも結構座学が多かったり理論的なことが多かったりして少し退屈な時間があるかもしれません。その時はですね、なんでこれを学ぶのか、この理論は何に応用されているのかっていうところを、授業外で調べたりするとその理論を学ぶ意義が見えてくるので、楽しく勉強できるかなと思います。はい、そのような形でまとめさせていただきました。どうだったでしょうか。情報系だったり電子系を目指す皆さん、ぜひ参考にしてみてください。はい、最後にお知らせです。中3の皆様
ん向けにとても重要なお知らせですね。高専入試突破の限定冬季講習、こちら開催決定してどんどん今お申し込み受け付けております。本日の朝ですね、28件ほどもうすでに来ていました。大体ですね、推薦の指導もありますので大体100件ほど集まりました時点で一度締め切りさせていただきます。その後調整を行って二次募集などをかけていきたいと思うんですけど、とにかく100件集まった時点で一度ちょっと締め切らせていただきます。なので急ぎの方だったり都合が合われる方、お早めにお申し込みください。お待ちしております。詳しくはこちらのチャンネルのトップページに固定ページとしてこの動画を貼り付けましたので、ぜひともこちらの動画でご確認ください。こちらの動画の概要欄だったり、この動画の概要欄でもご案内ページを URL 添付しておきますので、ぜひともご覧ください。本当に詰め込んで皆さんを強力にサポートできるコンテンツになりました。少しね、ご家庭にはご負担になるような内容も少しあるんですけど、ちょっとね、確認していただいてマッチングできるかどうか見てみてください。よろしくお願いします。はい、プラスアルファ無料のサービスでございます。 YouTube のコミュニティ、ページだったり、Twitter のこちら毎日更新しています数学と英語の高専の予想問題、毎日発信しておりますので、ぜひともご確認ください。プラスアルファこちらのサービスですね、高専合格プレミアムパック、こちらもですね、今の時期なら 2,3 科目から始められることをお勧めします。ちょっと夏ぐらいだったらね、一気に5科目をね、強力に高専特化で、対策できるコンテンツだったんですけど、今の時期でしたら苦手な 2,3 科目を取られることをお勧めします。プラスアルファ SNS もやっております。 Twitter、 そして YouTube のストーリーにはこちら製品情報を載せております。プラスアルファ TikTok では KPC の切り抜き動画をアップロード中です。こちらの3つの SNS フォローの方よろしくお願いします。プラスアルファ SNS のお知らせ、 Twitter、 Instagram、 DM を開放しています。受験の相談だったり、もしくは何かお悩み事だったり、何か尋ねたいことがございましたら、ご気軽にこちらの方へお越しください。はい、ということでですね、今回は情報電子系の5年間の専門科目をざっと見ていきましょうということで紹介させていただきました。僕が実際に通った5年間を別にお話しさせていただきましたので、多少はブレがあると思いますけど、参考になさってください。はい、それではこの動画締めたいと思います。この動画は高専受験のための学習塾 PDCA スクールと、高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルの提供でお送りいたしました。それでは別の動画だったり生放送でまたお会いしましょう。それでは締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。 PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.